よくぞご無事でお戻りになられました、落ち葉の方。この度は世話をかけました、石堂殿。私が江戸を出られたのは大老衆が虎長に揺さぶりをかけてくださったおかげだと聞いておりまする。ご母堂様の無事のお戻り、大老一同お喜び申し上げまする。大老衆は一杯食わされたとも聞いておりまする。またもや虎長にたばかられ動きを封じられたと。拙者が再び大老会議を招集し、いつ辛抱が足らぬことですまぬの。つい我が子の行く末を案じてしもての。太后様のお世継ぎにあだなす者ならば、この石堂命を懸けて。しからばもはや戦議は終わったと思ってよいのじゃな。大老衆のお考えしかと聞かせてもらいましょうぞ。